はい、本日のテルキ塾です。今回の話は、人間には、この世界を管理する責任があるっていうような話をしたいと思います。皆さんは、人間に生まれて、良かったって思う人の方が多いと思うんですよね。例えば、ゴキブリだとか、ゲンゴロウだとか、ミジンコとか、石とか、鉄とか、コンクリートとかじゃなくて良かったなとか。あと、イワシとかね。オケラとか、コオロギとか。そうじゃなくてよかったな、とか。豚とかね。って思ったり、って思うと思うんですね、多分。多くの人は、人間の方が、人間でよかったな、とか。でも人間はその代わり、この世界を管理しないといけない、定めを背負ってると思う。僕は思うんですね。というのは、そういう、先ほど言ったイワシとか、豚さんとか、ゴキブリさんとか、そういうのはもう、自然なんですよ、自然。その人らが、もう、どんだけはちゃめちゃに生きたとしても、なんつうんだろう。この世界にそんなに影響、ゼロじゃないですけど、イナゴがね、大量発生するとかありますから、ゼロじゃないですけど、そんなに影響を与えない。なんでかっていうと、こう自然に、朽ちていくからなんですよ。添加物とか食べないんじゃないですか。普通に、食物連鎖の中で、捕食して食べて、自分も食べられてとか、もしくは寿命で死んで、そのまま脳に帰るわけですよ。骨とかも、土とかになって、そのまま自然に帰るわけですよね。でも人間は違うんですよ。少なくとも、もう今のこの近代化、現代化した科学技術を駆使する人間はもう違うんですよ。生まれて、ただ生きているだけで、自然に、地球に迷惑をかけて生きてるんですよね。一般的に。ご飯食べても、大量のね、生命を殺した上で成り立ってるわけじゃないですか。で、この服もそうですね。これ自然な服じゃないですよね。毛皮とかじゃないじゃないですか。毛皮とかだったらそのまま土に埋めたらそのまま土に還ると思いますけど、これはもう化学繊維なんですよ。だこれもね、何万年とか何億年とかかければもう天然、あ、この土に還ると思いますけど、これはもうなかなか自然に分解しないわけですよ。で、食べ物もなかなか分解されにくい添加物とか化学物質を取り入れてますし、髪の毛洗うとかも、洗剤、食器洗うとか、洋服洗うとかでも、合成洗剤とかを使って自然に負荷をかけてるんですよ。なので、ただ生きてるだけでも、この地球に迷惑をかけながら生きてるわけですね。この70億人、80億人もいる人間が。これはもうやっぱ地球もさすがにね、壊れていくと僕は本当に思います。だからこそ、一人一人が、この世界、この自然を管理していかなきゃいけない、そういう意識を持っていかないとダメだと僕は思っているんですね。いやいや、俺なんて、私なんて全然そんな、そんなつもりないですとか、そんな迷惑かけてないですとか思うかもしれないですけども、ただ存在してるだけで、その責任を背負ってるし、ただ存在してるだけで、迷惑かけて生きてるんですよね。と思うと、いや、それだったら豚さんの方がいいとか、ツバメとか、ワシとかタカとか、そっちの方がいいとか、犬、ワンちゃんとかがいいとか思うかもしれないけど、もしかしたら、でも日本人じゃないぞ、人間で生きてる限り、そういうふうな、考え、我々人類として、そういうふうに、万物の霊長として、それを背負っていかないと、この地球、自然が壊れてしまうので、一人一人が自覚を持って生きないと僕はいけないと思っています。自覚を持たないと、この地球が最終的には、住めないような環境になって、我々は滅亡すると思います。これ本当の話で。だからこれ戦争とかもそうですよね。いや、環境とかは、ともかくとしても、戦争して、みんなでね、核兵器、核攻撃とかしたりとか、本当に殺し合いとかしたら、もう地球壊れちゃうじゃないですか。僕たちも死んじゃいますし。そういうことなんですよ。
なので別に環境を保護しようとかじゃなくて、もう戦争とかも含めて、人間の欲望、ご飯食べたい、お肉食べたい、生肉食べたい、美味しい大トロ食べたいとか、そういうので、大量生産でお肉作ったりとか、マグロ食べたいからって言ってたくさん取ったりとか、そうすると、ね、資源が枯渇するとか、あとは、まあ、ブランド物が欲しいだとか、高級な車が欲しいとか、そういう欲望で、まあ、その高付加価値のものを作って、かといって、例えば一方でその大量生産、大量消費で、その貧しい国とかがあって、そこの人たちを搾取してっていうような現状があるわけじゃないですか。で、まあ、人間にはいろんな欲望があったり、そのマウントを取ったりとか、自分の国の方が上だとか、隣の国にはこう負けたくないとか、まあ、いろいろあるわけじゃないですか。で、そういう、そんなことを考えないんですよ。狼とか、熊とか、熊がね、人を殺すみたいなのありますけども、登山の時に。その悪意なくっていうか、まあ、ご飯食べるために、人を殺すか、もしくは、人からの悪意、敵意を向けられて人を殺すかっていうことだと僕は思うんですけど、人間だけなんですよ。そういう自然なもので、多分人を食べるとか、何かを食べるで殺すとかじゃなくて、ムカついて殺すとか、ムカついて戦争するとか、人間だけなんですよ。恐ろしい生き物だと思います、人間は。なので、人間は、そういうことをしないように、まあ、法律とか、モラルとか、倫理とか、道徳とかあったり、そういうのを律して、まあ、宗教もそうですけど、生きているし、生きていかなきゃいけないと思うんですね。これ真面目な話で。本当に、だからただ単にね、テレビ見て、お笑い番組見て、なんか好きなアイドルとか、ミュージシャン見て、イエーイみたいな、もう、息抜き、たまの息抜きはいいかもしれないですけども、ずっとそればっかだと、地球壊れる。つまり、僕ら死んじゃうっていうことなんですよね。なので、皆さんが、自覚を持って、この世の中どうしたら良くしていけるかを考えてほしいですね。もちろんそういった音楽だとかお笑いとか人をね、楽しませるっていうのは、人の心を温かく優しく、ハートフルにする、喜ばせるものだと思うんでいいと思うんですけど、それはだから麻薬みたいなもんで、そこでなんかこう気持ちよくなって終わるんではなくて、それを糧に、あ、元気もらった。明日からも頑張るぞと。私は、音楽で、元気を出た。お笑いで、たくさん笑って元気が出た。で、私は、こういった仕事で、こういった活動で、世の中を明るくする、楽しませる、明る、えーと、良くしていく、優しくしていく。そういうような循環で、やっていってほしいなと僕は思うんですね。そのね、お笑い見た。なんかこう、映画見た、漫画見た、ゲームした、は楽しかった、で、終わって、それをつなげ、まあまあ、終わるときもいいけどね、たまにはいいけど、それずつばっかじゃなくて、何か、それを、そのエネルギーを経て、何か、世の中に還元してほしいなと僕は思っています。はい。自分もね、こういった動画話してますけど、何がね、その世の中のためになるか分かんないですけれども、なんかそういうのでね、ゴミ拾いとかやったりだとか、自分ができることをなんかやってきたらなって思ってやってるんですけども、それが、まあ、どういうふうに影響、どういうふうになっていくか、ちょっと分からないです。分かんないですけども、まあ自分なりにいいこと、していきたい。せめては、悪いこととかはしていきたくないっていうふうに思っています。まあ、自然をね、大事にというか、自然がもう根本にあるわけですから、そこにね、科学技術が入っちゃってて、そこをうまく中和というか、協調、共有しながら、調和して、その、お互い繁栄、繁、
お互い反映していけたらなっていうのがあるので、はい。っていう感じです。はい。なので、皆様もそういうふうな意識で生きていただけると嬉しいです。はい。以上です。何かの参考になれば幸いです。皆様、愛してます。